1930年10月27日、先住民による抗日暴動事件が台湾で起こりました。そしてこの事件により100人近くの日本人が首をはねられ、わずか1日のうちに村全体が血と首のない死体で溢れ返りました。今となっては日本と関わりの深い台湾ですが、かつて台湾と日本の間に何があったのでしょうか。ということで、こんにちは、キリンです。今回はそんな日本と台湾の黒い歴史、武者事件をご紹介していきたいと思います。では行く。事件前、かつて日本は日清戦争に勝利したことで、1895年の下関条約により清から台湾を割譲されていました。そのため台湾は日本初の植民地となったのですが、当然台湾人民はこのことに大きく反発しており、その中でも特に反発が強かったのは当時の台湾に住んでいた漢人でした。そして日本は台湾で6ヶ月かけて漢人と戦い、台湾平野部を制圧したのですが、台湾の山間部には漢人以外の多くの先住民たちが住んでおり、まだ日本はそれらの先住民たちに対して攻撃を仕掛けてはいませんでした。というのも先住民たちは漢人と対立していたため、日本と漢人の戦いには基本的に関与せず、日本も漢人との戦いに苦戦していたため、先住民に兵力を割く余裕はなかったのです。そしてようやく漢人との戦いが収まった頃、日本は次に先住民たちを統治しようとしました。リバン政策。1906年に日本の陸軍人である佐久間様田が台湾統治のための機関である台湾総督府に就任すると、台湾に残る漢人以外の先住民たちの居住地に対するリバン政策が打ち出されました。リバン政策とは、先住民に対して台湾における日本人の居住区の行き来を禁止し、さらに武力による圧力で先住民たちの居住地を支配するという政策です。ちなみにこの横暴な政策は先住民たちを滅ぼすことを目的としていたわけではなく、先住民に武装解除して銃器を渡すよう求め、降伏させることが目的だったのです。そして先住民たちはリバン政策に屈して次々と日本に降伏し、1915年には台湾全域の先住民が支配されました。こうして先住民の居住地を全て制圧した日本は台湾各地に駐在所を作り、何人もの警官を配置して先住民の統治を行いました。また現地に公立学校を設置して先住民の子供たちに国語や算術などを教えたほか、農業や牧畜を広めたのですが、一方で先住民たちの伝統的な文化や習俗は禁止しました。特に先住民たちの文化であった首刈りは日本が恐れており、最も禁じたかった習慣でした。というのも、かつて台湾の一部の部族の間に部族間で揉め事があった際は先に首を刈った方を正しいとするという習慣があり、このような部族の中では首を刈った者が一人前であるとされていたのです。事件の引き金。これらの日本の強制的な政策に加え、先住民たちは日本の台湾統治に必要な施設の建設や補修工事へ強制的に参加させられました。さらに先住民は現場を統治していた日本人警察官から奴隷のような扱いを受けていたほか、賃金を不当に安く設定されていたため、日本人への不満や恨みは日に日に積み重なっていきました。そんな中、日本人巡査が先住民に殴られるという事件が起こりました。この事件は1930年10月7日に、ある日本人巡査が先住民の結婚披露宴の近くを通った際、式に参加していた先住民族セデック族の村のリーダーであるモーナ・ルダオの長男モーナ・タダオに酒を勧められ手を引っ張られたことが発端となって起こりました。この時タダオの手は結婚式に出す豚を解体した血で汚れており、その血を嫌がった巡査がとっさにステッキで先住民の手を叩いてしまいます。ちなみに先住民にとって酒を勧めるという行為は相手に対して最高の敬意を表す意味があったのですが、巡査はこの文化を知りませんでした。そしてタダオはこの巡査の行為を最大の侮辱とみなし、怒りに身を任せて巡査を殴ってしまったのです。抗日蜂起。
この事件の後、忠男の父であるルラオは2度も巡査のいる駐在所に謝罪をしに行きました。ですがルラオの謝罪が受け入れられることはなく、この時ルラオはこのままでは今回の騒動に対して巡査から厳しい処分が下され、村のリーダーの地位を失うことになると考えました。それと同時にルラオやルラオの姿を見て同情していた周囲のセレック族たちは、普段から暮らしていた不平不満が限界に達し、ついに蜂起を決意します。そして台湾中部に位置する雨翔の各集落を回り、蜂起への参加を呼びかけると、なんと11の集落のうち6つの集落と2つの集落の一部が参加することになり、決行日は10月27日に決まりました。ちなみに10月27日を決行日としたのは、この日は各学校などから雨翔工学校へ台湾人だけでなく日本人の児童たちも多く集まる運動会が開催されるため、一気にまとめて何人もの日本人を虐殺できるからでした。またこの運動会にはこの地域を統治していた小笠原農耕軍主という高官も出席することになっていました。結構そして27日明朝、約300人のセレック族による蜂起がついに決定されました。まず手始めにセレック族の生活区域だったマヘボ村の駐在所を襲撃して日本人警察官を殺害し、さらに近くにあった製材所で2名の警察官を殺害しました。ちなみに2人の警察官のうち1人は忠男が殴ってしまった巡査でした。そして運動会に参加する予定の日本人たちはその異常事態に気づくこともなく、予定通り午前8時に運動会が始まり、日本人児童やその家族、教師や警察高官などが会場に集まると、彼らは国旗掲揚後君が代を歌い始めました。すると君が代を歌い始めた途端、一人の先住民が会場に突如現れ、会場の入り口に立っていた巡査の首を瞬時に刀で切り落としたのです。その後会場に乱入したセレック族たちは次々と日本人を襲い始めたため、運動会に参加していた日本人たちは逃げ惑いながらも教室や職員宿舎などに避難したのですが、セレック族たちは日本人は一人も見逃すなと叫び、避難している日本人たちも女子供関係なく襲っていきました。そして彼らは日本人たちの首を刀で跳ねたり銃で撃ち殺したりといった殺戮を続け、雨翔工学校周辺は一瞬にして地獄と化したのです。またセレック族のターゲットは学校だけでなく、別のセレック族の部隊が雨翔全域で日本人を襲撃していたため、運動会からなんとか逃げ出した高官の小笠原農耕軍師も近くの橋付近でセレック族に捕まり殺害されてしまいました。ですが一緒に逃げていた菊川軍師学は運動場から脱出した後、まだ襲撃を受けていなかった梅渓駐在所へ運よく逃げ込むことができたため、台湾総督府へこの事件のことを通報しました。その後台湾総督府は直ちに台湾各地の警察隊を派遣した上、さらに陸軍にも出動を要請し、事件発生2日後の29日早朝に警察隊の一部が雨翔に到着したのですが、その時目の前に広がっていたのは首がなくなった死体が無数に転がる凄惨な光景でした。それから警察隊たちは工学校の中を生存者がいないか呼びかけて回りました。すると死体の下やトイレの中に隠れていたり、死んだふりをしてなんとか生き延びていた人たちが姿を現しました。そして最終的にセレック族たちは学校や民家、郵便局、12カ所の駐在所などを襲撃し、計134人の日本人たちを殺害したことが明らかとなり、この事件は後に武者事件と呼ばれることになりました。警察隊の反撃。その後警察隊は生存者を救助しつつ雨翔に拠点を構えると、31日には警察の中の主力部隊を雨翔に集結させ、事件を引き起こしたセレック族へ軍隊と武装警察隊合わせて約2600人による総攻撃を行いました。ですがセレック族は山深くに潜伏しており、鉱山における戦闘に慣れた彼らに警察は手を焼きました。そのため警察隊はセレック族を追い詰めるために味方版
と呼ばれる日本に味方する先住民たちも戦闘に参加させると、日本の圧倒的な火力と山中の戦いに優れた先住民の戦闘能力を利用して戦況を有利に進め、同年12月8日、日本は事件を起こしたセレック族を討伐しました。なお今回の事件において、蜂起に参加したセレック族は約1200人に上り、その中の340人の死亡が確認されました。第二武者事件。捕虜となったセレック族は収容所に収監され、これで事件は収まったかのように思えましたが、今度は武者事件でセレック族と戦った味方版のタウツア村の先住民たちがセレック族の首を狙い始めました。というのも、タウツア村の首領はかつてセレック族によって殺害されており、タウツア村の先住民たちはセレック族に対して恨みを持っていたのです。そして4月25日の明朝、約210人のタウツア村の先住民がセレック族が収容されていた収容所を襲撃し、襲撃を受けたセレック族は逃げ惑いましたが、計216人が殺害され、そのうち100人以上の首が刈られてしまい、後にこの事件は第二武者事件と呼ばれるようになりました。その後の改革。こうして多くの犠牲者が出た武者事件により、台湾総督府は先住民統治の改革を余儀なくされました。もちろんこの事件発生の最も大きな原因は、日本人の先住民に対する圧政や差別であることは間違いありません。またこの事件に対し、昭和天皇は次のように述べています。そもそも我が国の新領土の人民に対する態度は甚だしく侮蔑的、圧迫的であるように思われ、統治上の根本問題であると考えられる。このように昭和天皇は事件の本質的な問題を受け止めており、武者事件の反省から先住民に対する政策は改善され、特に先住民に対して憎悪軽視がひどかった現場警察官の意識改革が推し進められました。今回紹介した武者事件は日本国内ではあまり知られていない事件ですが、日本人によって傷つけられた人々がいる以上、決して忘れてはいけません。今回の動画で一人でも多くの人にこの惨劇を知っていただけたらと思います。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て武者事件を初めて知ったという方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点をお願いします。あと他にもいろいろやってるので、概要欄のチェックもよろしくです。終わり。はい、賢者タイムなんですけど、質問箱です。甘えたい派ですか、甘えられたい派ですか、っていうことなんですけど、まあこれについては、まあ甘えたい派でもあり、甘えられたい派でもあるっていう感じの、そうですね。まあ、要するに、まあ、にゃんにゃん系っていう感じで、はい、にゃんにゃん系だと思います。はい。ということで、さよなら。